勝ちました。勝ったの？勝ちました。勝ちました。ただ、買ったんだけど、その納車は1年以上先でした。で、細かくは見せますが、ちょっと個人情報があるんで、読みながらですね、抜粋したところをお話しできればと思います。はい。こちらはですね、車って大体メーカーオプションとディーラーオプションみたいな2つあるんですよ。その後からどうにもできないのがディーラー、あ、メーカーオプションで、後からいろいろ追加できるのがディーラーオプションだから、買った後でも最悪追加できるのはディーラーオプションだと思ってください。で、これはメーカーオプションありませんでした。はい、一律、税込みで480万っていうラインナップしかないです。はい。で、あとはこういうので、ナビつけたり、ドラレコつけたり、バックカメラつけたり、あとジャオスっていうの、ジャオスっていうやつのホイールとか、外装パーツ、こんなやつをつけたりするやつしかない。だから俺はとりあえずこれ、写真見せるけど、こんなランドクルーザーっていう足のマットとか、そういうのは一応オプションに入れました。20万円分ぐらいナビ入れて、一応込みでやったけど、それも別に後で選べるから、とりあえず選んでくださいみたいな感じでやってですね。で、プラドも後で画像出しますけど、2年後に、あくまで2年後に売却する時の値段っていう予想でつけてもらってるんで、変動はある程度しますよみたいな感じでした。ただちょっと安くて、下取りが240万、250万弱だったから、ちょっとそれは足元見られたかなっていう感じはありましたけど、1年後なんで、その段階でもう一回考えればいいかなっていうふうには思ってます。一応買わなきゃいけない手でというか、買わなきゃいけない契約はしてますが、1年以上時間が空くんで、最悪キャンセルもできるっていうふうには聞いてるんで、そこは安心してます。1年後2年後だとね、何が変わってるか分かんないじゃない。分かんないでしょ。だからそういうのも怖いじゃない。いや怖いじゃん。何、怖いでしょ。そうね、怖いじゃん。だって、いや分かんないじゃん。いや本当すごい極論言ったらさ、俺が運転できない体になってるかもしれないしさ、そうだね、家もこの家に住んでないかもしれないし、本当海外に転勤になってるかもしれないとかさ、何の可能性も考えれるじゃん、2年後って。そうだね。だからそこは、だからね、安心して契約はできたかなって思ってます。はい。はい。TikTok で、結構後押しのコメントが、あって、買ってもマイナスにはならないよなっていうのがやっぱ一番強くて、いや、ただ他の動画とか、ネット上の情報とか見ると、乗り心地が悪いとか、見た目で買ったら後悔するよみたいな情報も結構散見してたから、そこは大丈夫かなっていうのは思ってるけど、多分買う、その納車される1年後のまでにはね、どっか多分実車が見に行けるから、一回実車を家族で見に行きたいなって、見たいでしょ。だって見たいで乗ってみてさ、そう、乗りたいね一回ね。で、一回さ、ジープのさ、あれ行ったじゃん、お店、あそこ、あれ、いや、わかるよね。わかるよ。リクライニングできなかったやつ。わかるわかる。見た目めっちゃかっこいいみたいなさ、プラド買うときに迷って、
あれ行った時にさ、もうリクライニングできねえとかさ、中にこんなさ、フレームボコーンみたいなさ、うん、オープンにもできますよってやったけど、何の魅力にもなんなかったじゃん、うん、マジかよって思ったでしょ。椅子カチカチでしょ、椅子カチカチ、うん、で、なんか狭狭でさ、うん、で、いや本当に、でも見た目もめちゃくちゃかっこいいじゃん。かっこいいね。正直俺プラドとかこの70より好きだし、うん、あれ、うんうん、かっこいい、確かに。でもそこがネックだったじゃん。やっぱ結局やっぱ実車に乗ってみないとわからない部分って絶対出てくるから、うん、で案外さ、ネットで騒がれても案外うちとしては平気だったねみたいな、うん、も結構あるから、ちょっとお酒失礼して、うん、水で割ってねこれ、うん、だからそういう何、一回だからどっか実車を見に行こうまずは、うん、多分続々実車を多分展示していくと思ってるから、うん、まあ最悪ちょっと遠くても見に行って、なんせ購入してるんで、そうですね、うん、見る権利がありますよね。そうですね、うん、だからどうする、またこれカチカチだったら。いやいや、これあのリアシートはリクライニングできるし、あのリアシートはランクルのこうサイズダウンして入れてるらしくて、うん、座り心地はいいらしい。おお、そこは大事だねそれは、ね、予習した、うんうん、だからそこはあの一応だから家族の車だから、うんうん、別に俺が好き勝手決めるわけにはいかないから、うん、であの後ろの席専門の方たちのためにも、うん、そこは調べてるから、うん、でもまあ、 あの絶対的にプラドよりは乗り心地悪くなると思うから、そこはね、うんうん、だから許容できる範囲かどうかっていう確認をしてもらって、うんうん、で特にうちの子供は車酔いするから、うん、そこもね踏まえて、うん、あとはだからディーゼル音がこう車内にガラガラガラが、うん、プラドもなかなか気になるじゃない、うん、そんな気にならない、そんな気にならない、結構前はすんのよ、全然平気、前は結構ガラガラガラってするから、うん、だからあれをどれだけこうその何、やっぱちょっとプラドよりうるさくなるらしいから、うん、そこをだからどれだけ許容できる範囲なのかなっていうところ、まあ、あとはスマートキーだよね。地味にさ、もうスマートキー慣れちゃってるからさ、うん、あのドアノブ開け握っただけで鍵が開いてさ、うん、でボタン押したらエンジンかかるみたいな、うん、じゃなくて昔ながらの、 あのミニと一緒でさ、うんうん、鍵回してエンジンとかさ、ボタン押して切れ、まあ、うんうん、ミニは切れそうもないけど、うん、昔ながらにボタン押して切れすとかっていうのがなんか若干不便だなと思うけど、うん、まあ、それも、まあ、そんなのはね全然いいよしょ。いや、いいし、別に最悪、うん、あのアフターパーツでどうにかなるから、うん、そういうのがあるからさ、うん、いいんだけど、まあ、あとはだからあの車庫だよね、うん、そのハンドルをこう思い切り切った時の最小回転半径ってのがあるんだけど、うん、それがプラドより50センチぐらい大きいのよ、うん、だつまり思いっきりこうハンドルを切ってこう曲がってく角度がプラドより50センチこうでかいわけよ、うん、でうちはさ、こう駐車場がここだとしてさ、出たらさ、もうプラド思いっきりハンドル切ってこうギュッてってギュッてってギュッてやって2回1回切り返すじゃん、うん、それが多分2回とか3回に変わってくるのかなって、うんうん、まあ、それで出れればいいけど、そうだね、うん、まあ、最悪あのハイラックスあったじゃん、うん、トラックみたいな、うん、プラド買うときに2択で迷ってたでしょ最後、うんうん、あれトヨタの人が入れに来てくれたじゃん、うん、でその時に入ってて、でそのハイラックスの方が長くて最小回転半径もでかいのよ、うん、その70より、うん、まあ、それで入れれてるから、うん、どうにか入れれるのは分かってんだけど、うん、まあ、そこがねちょっとね難点かなとは思うけど、うん、でも見た目がねやっぱかっこいいじゃん、かっこいいね。でもほらこれね、これが70で、うん、これがプラド、俺は両方好きだけど、うん、でもこの中なら見た目だったらやっぱ70のこの復刻型が俺は好きかな、これが、うん、うん、やっぱこれが一番かっこいい、俺は好きだね。どう、うん、どれが一番好き、やっぱ今乗ってるやつかな、これ、うん、これ好き。じゃあもうあれだ、うん、どっちかっつったらもうあれだね、うん、スマップで言ったら草薙だね、ちょっと意味わかんないね、草薙だ、スマップで草薙じゃん、草薙じゃないでしょ。
今後はそのプラドも当然1年以上あと乗るし、プラドの、まあ、あの動画とか、まあ、この70の市場に行ったりとか、まあ、購入した後などなど、そういった動画も出すと思いますんで、よければですねチャンネル登録をしていただきましてですね、であといいねもお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあとりあえず今回はこんな感じにで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。